はい、ということで鬼人のツルハシ出来上がりました。おお、なんか下開いてるぞ。下開いてますね。よいしょ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜鬼人でーす。はい、ということでね、今回もマインクラフト実況をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、この動画シリーズはですね、自作モッドの作り方っていう動画シリーズで作ったモッドを、まあ、実際に入れてサバイバルで遊んでいくっていう動画シリーズになっております。はい。まあ、なので、まあ、モッドで遊ぶっていう感じなんですけど、まあ、自作モッドでね、後ろに見えてるようなさ、畑とか作って、まあ、ライフラインを整えつつ、サバイバルで生き抜いていくっていうシリーズになってますんで、まあ、ぜひね、続きも見たい方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、今回もね、楽しんでいきましょう。おーし、やるべ。はい。なんか、モンハンと同じ進め方になっちゃってるけど。ですね、まあ、今回やるの関係ないんだけど、村人をですね、まあ、ここに、まあ、声聞こえてると思うけど、ここにね、収容していて、まあ、結構いっぱいいるんだよね。はい。なんで、まあ、今後、まあ、こういうやつらもなんか使えたらいいなとか思ってますね。はい。まあ、ここにいっぱいいるのと、あと、この崖の上のね、まあ、柵の中に囚われてるやつらが、あと5人ぐらいいますね。はい。で、こっちの上の方にですね、まあ、畑があるんですけど、まあ、そこに1匹生き残りがいますね。まだ生きてるかな？結構夜迎えちゃったからな。いなくなっちゃったかな？結構砂とか積んであるんだが、いなくなっちゃったか、もしかして。いねえぞ。ここの畑任せてたやついねえぞ。やられちゃった。たかな。まあ、ああこういうことになっちゃうとやられちゃうかもしれないね。どんどん数減っていくんだけど、まあまだね、村人たくさんいるのでね、まあ繁殖してもらってという感じで、まあ今後やっていきましょう。作ったもとで追加したやつこんな感じになってるんですけど、ツール系がねついに揃いまして、あとね鉱石も自然生成されるようになっておりますんで、まあ、今後はね、探検とか出てきて、自分の鉱石とか見つけられたら結構熱い感じですよね。ということで、まあ、今回はですね、まあ、そんなことはどうだっていいんですよ。今回やるのは、ツール系揃ったからさ、そろそろ露天掘りやっていきたいなっていうことで、まあやっていこうかなっていうことでね。まあ、今回ね、スライムチャンク掘っちゃおうかなと思います。まあ、竹とか見つけてさ、足場作るっていうのも、まあ、いいんですけど、まあ、簡単にはね、見つけらんないから、まあ、スライムチャンク作って、まあ、スライムブロックたくさん集めて、まあ、足場っぽい感じでね、まあ、建築とかしやすくなるから、やっぱね、スライムチャンク大事ですよ。で、この焼けた鉄インゴットですね、焼けた鉄インゴットを、この火事台に置いて、金のインゴットとくっつけると、まあこんな感じに、ヒオイロカネの魂ですね。桜インゴットが作れます。はい。ということで、鬼人のツルハシ出来上がりました。ノーマルモードとね、なんだったっけな、ノーマルモードとタクティカルモードか。ノーマルモードとタクティカルモードがあって、タクティカルモードにすると、採掘速度がやばくなるのよね。すげえ、石とか掘るのすげえ早くなるから。まあ今回ね、ガンガン使えるんじゃないかということで、まあ、やっていきましょう。よーし、じゃあ行くぞ。で、まあ、スライムチャンクですね。もう、スライムファインダーなるもので見つけてありまして、まあ、手頃なやつだと、ここのくぼみら辺に一つあったんだよね。あと、まあ、今回掘っていくんだけど、ここですね。丸石が4方向になってるやつ。ここを今回掘っていこうかなと。まあ、拠点からもちょうどよく離れてる感じで、まあ、ちょうどよく近いというような感じでね。でまあ、こういう土とかもいっぱいあるからさ、今回のツール結構使えるかなということで、ここにしました。よし、寝ましょう。あれ？いやー、空が綺麗ですね。寝らんないですけど。早く寝かしてくれ。ああ、そうだな。豚とか牛とかな。牧場とかそろそろ作り始めないと。だよね。鬼人バーガーなるものを作っておりますんで、それの安定生産、安定供給も
していきたいところなんですよね。よいしょ、おやすみ。あ、C ドチバレた。まあ、C ドチバレたっつってもさ、まあ、初回で C ドチさらしてるんで、まあいいんですけど、まあ、鉱石がね、自作鉱石生成されるようにしたんで、まあ、ダイヤモンドの配置とかもね、普通のバニラとかとはまた違った配置になるんじゃないかってことで、鉱石のネタバレもそんなにはないんじゃないかな。まあ近くのところはまあバレてると思うけどね。同じシード地にした方、別にまあネタバレはね全然大丈夫なんで、助かるんでよろしくお願いします。もうダイヤモンドの位置とか全然 OK ですよ。ということで掘っていきますか。もう喋るだけ喋って全然掘ってなかったね。行きましょう。まずですね、このアルカディアモードなるもので、ここをやっていきましょう。よいしょ、いいですね。まとめて掘れるのは最強だわ。おで、まあこうやって石をむき出しにしていくみたいな感じでね、まあモード切り替えがちょっとあれなんですけど、まあモード切り替えさえちゃんとできていれば、まあ結構安全にね、丸裸にしていけますんで、まあやっていきましょう。こういう端っこのラインとかは一回掘っちゃった方がいいのかな。ちょっとね、あのスライムチャンクも掘るの久しぶりなんで、どんな感じに掘っていこうかなとか思ってるんだけど、どうしようかね。結構段差あるから上からこう掘ってっちゃった方がいいのかな。こんな感じでいきましょうか。で、まあとりあえず土をだけ取り除いて、まあ石をむき出しにする感じでね。あとはもうツルハシに全部任せるから。お、ここに来た。結構1チャンクっつっても結構でかいのかちっちゃいのかわかんないけど、まあまあありますね。これ今回1回で終わるかわかんねえぞ。てかまあ多分ね、スライムトラップまではね作れないのよ。まあいけてもワンチャンク掘り抜けるぐらいかなぐらいでやっていくんですけど、掘るの自体はすげえ楽しいですからね。もうこれずっと早送りの早送りで無言で1チャンク掘ってる映像とか垂れ流してもいいかもしれない。もう生配信でやるよみたいな感じのね、映像垂れ流してもまあ面白いかもしれませんね。まあ、喋らせてくれよ。はい、ということで、そうだね、結構石むき出しになってきたね。じゃあここら辺の真ん中の安全なところはアルカディアモードでいっちゃいますか。ここら辺掘れば安全じゃない。よいしょ、いいね、気持ちいいね。これ一括破壊最強だね。おお。すっげえボコボコになってるけど。でまあこういうところは、まあ、端っこのね際どいところは、まあ、こうちゃんと普通のモードに戻して掘っていくという感じですね。いや、この使い分け大事よ。使い分けられるってだけでもうだいぶ効率違う気がする。結構山になっちゃってんなマジで。これどうしよっか。このベッドさ、まあなんか高いところに行っちゃうから、まあいちいちなんか下のとことかに設置してみたいな感じにしといた方がいいかもしれないね。削っていくたびにベッドの位置が下になっていくっていう。これいいかもな。あとあわよくばさ、砂とか欲しいんだけどさ、このワールド砂がねえのよ。全然砂ねえのよ。さっき畑んとこにさ少しあったけどさ、あれじゃ足りないのよ。桜ガラスっていうのがね作りたいんですけど、なかなかね砂がある場所は遠出しないとないっていうことで、まああの鉱石生成のねやつもあったね、遠出するのは結構控えてたんですけど、まあ鉱石作ったっていうことで、もうそろそろ遠出してなんか冒険してみてもいいかもしれませんね。よし、綺麗になった。いいね。とりあえず1チャンク分の上の土は取り払ったよ。よし、 OK。 こっからですね、こっからタクシーガーモードの出番よ。とりあえずどんな感じに掘れるんだろうな。ちょっとね、まだあんまり試してないので。お、若干長押しするのがコツなんですよね。こんな感じで。ほら、すげえ。上見上げてこう掘った方が、ああ、これいいかもしれん。
おお、すげえ。あっという間に山なくなるよ。おお、気持ちいいねこれ。豆腐のようだ。長押しする時間によってちょっとこの掘る範囲変えられたりする。ここプレイヤースキルだ。ここテクニックだ。もう長押しする時間をこう短くすることによって1ブロックずつ掘れるし、長押しするとこうずっと永遠に掘り続けられるっていう。やばいねこれ。これどうなの？あ、下に行くとあれなんだ、1個ずつになってんだ。なるほどね。じゃあこう一回こうやって掘っていって、上向きにこう掘っていったり。いいね。すげえぐちゃぐちゃな掘り方になってるけど気持ちいいわ。でまあ開けちゃったところはね、こうやって丸石かなんかで補填しておけばまあいいでしょう。まあ後でね、後でまあ欲を言えば、まあ周りをちゃんとしたブロックにしたいなとか思ってます。はい、装飾やりたいなと思ってんだけど、今のところ資材とかないからまだまだ手が出せん。お、夢中で掘ってたらあれだよ、夜になってるよ。すげえこれ楽しすぎて時間忘れるわ。おやすみ。はい、おはようございます。ということで続きやっていきましょう。こんな動画でいいのかな。ずっとこの石掘ってるっていう動画になっちゃうんだけど、こんなんでいいのか。ここ危ないですね。危ないですね。下これダメージ受けますね。どうしようか。お、あ、よし、オッケー。おお、一瞬でここの斜面なくなったよ。すげえ。でちょっと調べてくんの忘れたんだけど、スライムチャンクってさ、あのスライム出現する高さってさ、何ブロックからだっけ。確か40付近、40、35とかなんかそこら辺だったような気がしてるんだけど、詳しい数字を忘れてしまった。今何話さん、今63なんで、とりあえず岩盤まで掘り抜いて、後で床作るときに調べたらいいですね。あ、結構掘ったね。こんな1チャンクで石掘るだけでもだいぶ石集まるね。いいね。あの、あっちのね、畑に屋根つけたいからね、石の素材が必要なのよ。なんで、だいぶ助かるわ、これ。石の階段かなんかで屋根ちゃんとつけようかなと思ってるのでね。まあ一応五重の塔っていう設定だから。まあやっていきたいね。今のうちから水バケツ置いといた方がいいのかこれ。水バケツ置いとこうか。もう上がれなくなりそうなんだが。よいしょ、いいね。お、鉄じゃん、やったね。鉄はですね、いっぱい欲しいですね。基人もっと鉄すげえ必要なので、いっぱい取っていきましょう。スケルトンの音すんだけど、なんかこの近くにさ、リプレイ元で見たんだけどさ、実はカンニングしてしまったんだけどさ、なんかスポーナーがね、あのすげえいっぱいあるのよね、このここら辺の敷地の下。やばいのよ。なんかゾンビとかスケルトンとか、あとクモスポーナーもあったかな。なんかね、なんかもうコンプリートしてんだよ。やばいのよ、この地下。村の地下にね、確か2つぐらい、スポーナーあったから。確かゾンビとスケルトンのスポーナーが1個ずつあったかな。で、まあもうちょっとね、村から後ろの、村の後ろの方行くと、クモスポーナーとかも、なんかね、カンニングしたらあったので、まあなかなかね、このシード地やばいっすよ。このシード地マジ神だわ。鬼だわ。鬼神ってるわ。なんかさ、あれだよね、暗くなるのと明るくなるのの間夕方とか明け方付近すげえ重いよね、マイクラって。なんだろうね、なんかすっげえ太陽動くだけでだいぶなんかいろいろ処理されてんですかね。なんかモッドを作ってる身としては、そこら辺のシステム的なところも知っておきたいですね。そこら辺にさ、なんか重いエフェクトかなんかくっつけちゃうとさ、なんか動かなくなっちゃったりしたらなんかやばいので、そういうところの兼ね合いとかでち
ょっと把握はしておきたいですよね。こっちの山の方山の方を見るとさ結構掘った感あるけどさこっちの土の方を見ると全然掘れてないっていうねいやこの差すげえわ。多分この露天掘り終わるまでに多分この鬼神のツルハシ 2,3 本必要になるのかなとか思ってるんですけど、どうなんでしょうねあれだよね、だいたい60の高さで 16×16 でしょ。だからいくつだ、 256×60 か。 256×60 っていくつだわかんねえ。 256×6 で1500いくつだ。じゃあ15000円ちょい、16000近くってことは、この鬼神のツルハシの耐久値がこれ5000なので、余計なところとか掘っちゃったりしてんのも、まあ加味するとまあだいたい4本ぐらいか4本も必要なのこれ、露天掘りすんのに。エンチャント作りてえな。ダイヤモンドがあったからエンチャントそろそろやってもいいかもしれませんね。結構必要になるからさ。耐久力3だっけ、どんぐらいの力なのかちょっとよくわかんないんですけど、何倍ぐらいになるのかな、あれ 2,3 倍にはなんのかな。そうするとすごい嬉しいんですけど。お、鉄発見。この生配信でやってるようなノリでずっと喋りながらやってるんだけど、こんなんでいいのかこの動画。まあでもね、モッドで作ったアイテムを使ってまあ露天掘りしていると。おおなんか下開いてるぞ。下開いてますね。いや、これはこれは掘る手間が省けたかと言いつつも、やだな。アーマー着てきてねえし、パンは必要だろ。どうしよう、こんな感じでいいか。パン、斧持って突撃。とりあえず松明か。とりあえず松明。うわ、クリーパーいますね。よいしょ。爆発はさせんよ。よし、オッケー。なんか明るさ明るくしてるからか、なんかバグってんのか知らんけどすげえ明るいんだけど、なんだこれすげえとこ出ちゃいましたね。ちょっと見なかったことにしてみましょうか。これだけもらっとくか反対側もなんかいるのか、これよくわかんない感じになってるな。とりあえず掘って塞ぐことを優先しようか。見なかったことにしといてみたいな。なんかこっちすげえ深いんだよな。これどうなってんのこれすごい深いんだけど。てかあっちにもなんかあんだけど、まあとりあえずもう鉄だけ救出して掘りましょうか。続きを。これ登れないやんわおやべやべやべ、登れねえやん。危ねえ穴だらけだ。誰だこんなことしたん誰だこんな雑に掘ったんで。こっちの洞窟は何がいるんだ。結構広いな結構広いな。退散だ。俺は触れない方がいい。どこからだ。ここのラインか。ここのラインで閉じちゃえばいいのよね。丸石でしとこう。あとで湧き潰し来るから丸石でこう閉じておいて、まあこれでね安全ですよ。怖いものにはね蓋をしてしまえばもうあれですから大丈夫ですから。とりあえずこのツルハシ、まあ、使い切る勢いで頑張ろう本当はまあ使い切りたくないんだけど、もう大事に作った一本をなくさないようにね、大事にずっと使っていきたい派なので何個も何個も作り直すってよりはあれだよね、ずっと修理して使っていきたい派ですね。あ、でもだいぶなんかだいぶさ、土の方面も結構高さ出てきて、だいぶ掘った感出てるよだいぶ掘った感で、今何マス、今52ってことは10ブロックぐらい、10ブロック12ブロックかぐらいは掘ったのか。まあ途中洞窟もあったりしてね、まあちょっと稼ぎにはなったかなっていう感じなんだけど、まあ結構掘れましたね。いいですね。いや、でもワンチャンクっつっても結構あるんだな。あのね、初めてワンチャンク掘ったのっていつだったかな。なんかね、ずっとね、あの鉄のツルハシすら作るのがね、なんかもったいなくて、なんかずっと石で掘ってた記憶があるんだよねすげえ
何日だ、なんか3日か4日ぐらい、あのスライムチャンクずっと1個掘ってたわまあそんなような思い出がありますね。そういえばチャンク掘りっつったら、で今はこう自作でねモッドが作れるようになって、もうこんな効率強化みたいな感じまでつけられちゃってみたいな、だいぶ進歩しましたよね。多分さ、なんかこの鳴き声が四方八方から聞こえてくるんだけど絶対囲まれてるよ洞窟に。やっぱあの平原の下ってさ洞窟ありがちだよね。平原でさ上整地されてる感じだからさ、なんかすごい建築にはいいかなっていう感じはするんだけど、いざ家建ててみると下からゾンビの声がねずっと聞こえてるっていうことが多いですよね、なんか平原って。だったら逆になんか普通のデコボコしてる汚いところを自分で整地してやった方が、なんか意外とね下に洞窟とかあんまなかったりして快適な建築ライフが過ごせるかなっていうイメージがあるなんか平原の下ってやたらと洞窟いっぱいあるようなイメージなんだよな。あ、そうだ、スライムチャンク掘り抜くって言ったんだけどさ、岩盤あるじゃないですか。今後ね、なんか岩盤を壊せるモードも追加しようかなと思ってまして、岩盤やっぱ壊してさ、やっぱ平らにしたいじゃん。あ、ボコボコしててさ、なんか岩盤が生成される上までっていうとさ、Y 座標5とかになってちょっと気持ち悪いから、せっかくだからなんか Y 座標1でツルツルにしたいんだよねだからなんか岩盤壊せるモードとかなんかいろいろ考えてるんだけど、なんか岩盤のね壊し方もまあいろいろあって、なんか調べた中だろうね、なんか実際にもう岩盤のね耐久率がもう無限っていう設定になっちゃってるのよ。だからなんか書き換えて、もう岩盤の耐久率をなんか黒曜石の5倍ぐらいにして頑張って掘るとか、なんかそういう拡張機能にするか、それともなんか違うブロックにそもそも置き換えてしまって岩盤をね、それでそのブロックは超柔らかいみたいな感じにして掘るかとか、やり方いろいろありますね。わあ、すげえ耐久率、ここ一直線やっただけで30ぐらいやれたか。あ、そうだよね、 16×2 で30だもんね。なんでなんで普通にチャンク掘りじゃなくて、なんかこのツルハシチキンレースみたいのすることになったのかわかんないですけどなんかこの壊したくないというこの愛着が湧いてしまった。だから頑張るしかあるまいこのチキンレース勝手にせる。まあ一応あれですからね、これを見れば耐久率わかるので、このレースには必勝法がありますからねあ、でもだいぶこのいいね。あ、夜だ、おやすみ。わあ、星が綺麗だ。てかさ、なんかこれツルハシ使うの上手くなってね俺なんか最初制御できてなくて、なんかいろいろボコボコ穴開けてたけど、なんか上手くなってねなんか結構整って掘れるようになってきたぞコツがつかめてきた。おおついに赤ゲージすら見えなくなった。ミリ残ってるすらねえよミリ残ってるっていう表現ですらない、このゲージがないやばいやばいやばい。でもさ、これまとめて掘れちゃうからさ、なくなるときは一瞬だろうねなんかあの数通り過ぎちゃって一瞬でなくなりそうだな俺。でも多分この2段は多分掘り抜けると思う。これ下手くそなんだよな俺マイクラの操作下手くそなんだよ。こんな感じか。おーっと危ねえタイミングよく置いていかないとこうあれなんだよね、流されちゃうからむずいよね俺。よいしょ、いいね。これちょっとベッドに落ちてみていい一回ちょっと全部預けてベッドに落ちてみていい。なんかいける気がすんだよなこれ。よし、行くぜ行くぜ。ここか、ここだ。よいしょー、あー、いけますね。まだまだ大丈夫だこれ、全然痛くねえわ全然痛くねえ、大丈夫だこれ、ベッド最強だわ。すげえ、ベッドのさクッションのバネ壊れそうだけどいけるわこれ。
はい、ということで今回はねスライムちゃんこをですね、まあ、キジのツルハシ自作モッドの、まあ、ツルハシの方で掘ってみました。まあね、まあ完全に掘り切れてないんだけど、まあ耐久値の問題でねとりあえずここまでにしました。まあ今後ね村人とかでなんか修繕とかねつけてちょっとやっていきたいな、これは。ということで今回こんな感じで終わろうかなと思います。この動画面白かったらぜひチャンネル登録、高評価励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。で、自作モッドの作り方シリーズの方もですね、まあ誰にでもわかりやすくモッドの作り方解説してますので、まあ興味がある方はですね、動画で出てるツールとか作ってみたい方とか、まあぜひね、見て作ってみてください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。